ここはね、グリダニアっていう森の町だね。一応このゲームオンラインゲームなんだけど、主観でも見れるね。今夜だから明かりが灯ってて綺麗だよね。町の紹介もしたいな。ちょっとするか。この町はね、森の中にあって、ファンフェスティバルでライブがあったんだけど、ここに音楽堂があって、野外音楽堂があって、ここでね、見てる人が結構いたみたいなんだよね。今も結構人いるね。見に来ればよかったな。これが野外音楽堂だね。滝とかもね、すごい綺麗にできてるんだよね。ホタルとかよくできた世界。これでね、一応何個だ？一番最初に訪れ、ストーリーの中で一番最初に訪れる3つの町があるんだけど、首都か、砂漠の町と、砂漠の町と、森の町と海の町か。3つあるんだけど、ここは森の町です。ここがね、マーケット通りだね。マーケットか。各ね、都市にね、好きな町だと、マーケットってのがあって。このゲーム、オンラインゲームだから、普通になんか NPC から、アイテムも買えるし、他のプレイヤーさんが作ったりとか、取ってきたアイテムをここでなんかフリーマーケットみたいに買ったりもできるんだよね、このゲームは。結構自由度の高いゲーム。そう、いろいろものづくりをしたりね、もちろんバトルもあるんだけど、バトルが全てじゃないんだよね。いろんな楽しみ方があるゲーム。でもいいゲームだ。したら、ここがね、国営の森だね。国営の森です。全部で4マップあるのかな。中央、東部、西部、北部、南部。南部まで行ったら5だね。綺麗なとこなんだけどね、おすすめスポットか、ののが気に入ってる場所はね、どこだろうな。やっぱハウケタかな。ハウケタ見に行こうかしたら。あ、飛べるんだ。そうだ、申請エリア飛べるようになったんだ。未だになれない。あー、でもそうだね、飛べるようになったってことは探検手帳がすごいやりやすくなったのか。ハウケタ綺麗だよね。洋館って感じがしてすごくいいよね。よくなんかスクリーンショット撮りに来てたな、ここも。いいね。あとどこ行こうかな。北部行ってみようか。北部森林に行ってみます。どんどん一応探検手帳は追加された漆黒のやつは終わってないのかな。これ以外は基本的にグレンの時には神聖蒼天グレンは全部終わってたから、そうだね、神聖はすごい
時間かかった気がするやっぱり。でも国営の森はなんかやっぱ自然豊かだからあれだよね、木のとこに住居を作ってみたりとか崖のとこに住居を作ってみたりってとこが結構多いよね。探検手帳楽しかったな。時間となんだ天気の限定の探検手帳とかまた欲しいんだけどね。ののブ森林もなんかあれだな、名所らしい名所がまあなくはないけど、どうしようかな。僕が来るたびにこれあれだな、表示されるな。どうしようかな、夜だからスキップしてあそこ飛んじゃおっかな一回。いや外地だな、外地だな。じゃあ物はねいくつかな、 3.x ちょい前ぐらいかな、蒼天の終わりぐらいに、終わりよりちょっと前ぐらいに始めたのかな。ここはね、すごい好きでね、昔よく来てたね。せっかくだから上の方から見ようかな。ね、ここジブリ味があるよね。ここはね、コボルト族っていう種族がね、住んでるところなんだけど、すごいジブリ味があって好きなんだよね、ここの場所。